田へ、ゴール前に3人待ちます。決まった宮本、デュークワンタッチ、もう一回デューク、中2人入る、デューク運ぶ、クロスボール、ファーサイド、セディング決まった。決めました。吉岡あたりでしょうか。さあ皆さん低いボール放って、決まった。シュースリーの格好になっています。シュースつったか、どうだ、決まった。そして宮坂裏へ、森川というところでしたが、右足決まった。東のクロス、ボールを収めてシュートを打っていきました。水谷から左サイド、杉井の左足のクロス、山本左足のシュート、右足のシュート、そして最後はデューク・カルロスが詰めていきました。中へ入れて行って、右足打って、決まった。仕掛けて、さあ離してヘッド、決まった。ボールを要求しますが、佐藤自ら行く、宮本前を向く、宮本シュートはで入っていっています。さあ突破していく、かわして山中、スローインから、さあ中へ進入、決まった。どう持つ、宮坂のキック、ファーサイド吉岡落とし、さあ折り返せるか、シュート決まった。さあさらにここから森川宮坂狙っていって、決まった。からのロングボール、左サイド抜け出していこうというのはデューク・カルロスです。デューク・カルロス左足で中に入れて、宮本のシュートが決まりました。水谷の右足でのクロス、これが直接ゴールの方向に行って中央決めた。ドメニクです。直接距離は何か出ていくのか、右足蹴ってきた、直接、そしてヘディング決まった。1点先制は長野。宮本を縦に出す、杉井がここは追いついた、クロスを上げる、ファーサイド、中野ボール、水谷から佐藤、ふわりと浮かしたボール、ゴール前、山本、クリア、しかし残したデューク入っていく、左足こぼれ球、決まった。もう一度後ろから秋山、さらに杉井、ここで中に入れてくる、どうだ、頭で合わせた、決まった。前線2枚、三田と山本プレスに行きます。山本ボールを奪いました、三田オーバーラップ、シュートに行った。こぼれを拾って、もう一度中に入れてくる、ゴール前、合わせていった、入った。桐生市の守備対応、デューク抜け出した、デューククロス、ファーサイド、ヘディング、山本、最後は中央、決まった。入ったデューク、そして山本、デューク抜け出す、デューククロス、最後は山中。を積むのか、それとも3を積むのか、まだ時間はあります。シュートに行きました、決まりました。高く上がったボール、藤森が収めました。真ん中に入って左足、山本、そしてこのサイドに森川がいる、左足入れた、ヘディングのシュートだ。森川がクロスを選択、速いボール、佐藤のシュートだ。上原は、さあ山本、宮坂、真ん中ヘディング、こぼれ球を打ち込んだ。上がる左サイド、杉井からフランダー、左足、ゴール左隅、決まりました。佐藤クロス、こぼれ球、フランダー、ここはミートできません。山中のシュート、森川が仕掛けるが、グラウンダー、シュート、枠に当たったが、佐藤が押し込みか、押し込んだ。
田口、イスタニが奪い返しました。原田が入れにくる、ゴール前ヘディング、山中、そしてシュート、こぼれ球、押し込んだ。まずはクロス、早いクロス、山本ヘッド、これで自身7点目。また山本無人のゴール。引き分けはありません。